はいどうも、妖怪ウチプニプニ、今回もやっていきます。300ポイントゲット13日目。はい、無課金攻略ね。今回ラストチャンスいきましょう。お知らせドン。珍しくね、4日間残してラストチャンスですね。ガシャスタンプも登場。これ来年変わるといいな。さあ、いいね、いい確率ですね。いきますよ。一応ね、宝箱については7個ねチケットを使って、4が2、5が2、6が3個使って、7個使ってね、あと4個ん？お、取られたか？あれ？横取りされたな、チキショーやりやがったな、難しいな。あと4個だと思ってたのにな、横取りされちゃった。チケットは4個ねあるんで、横取りされた、すげえやだ。あら、やられた。薄ら加減とかあったんだよな。やだ、横取りされたら。まあいいや、ラストチャンスいきましょう。50連出たらもう終わりだけど、いっちゃうよ。まあ、今回ね、横取りが終わりそうなので、まあ、最悪ね、夏嫁が出なくても、来たかな？金ピカ。あ、じゃあね、ライちゃん。夏嫁が出なくても、まあ、倒せるんだけど、今回の目玉だからね、夏嫁はね。なんとか引っ掛けたいな。頼むぜ。超強キャラだからさ、夏嫁ちゃん。ああ、10連ダメ。神炎までした。さあ、20連目。来たね。さあ、一応ね、お松は持ってる、邪炎は持ってる、エルゼメキは持ってる。3個あるんだよな。それ以外、頼むぜ。止まれよ。ポン。ああ、邪炎だ。くそー。まあでもいいか。限界突破しましたね。邪炎今回な、特攻なし攻略で使えたからな。限界突破ありがてえが。むむむむってやつですね。踏み姫来てほしいんだよな。うわー。うりゃ。ああ、空転。さあ、30連目。そうね、やっぱワイポイントはたくさんあると楽しいな。さあ、再び来ました。さあ、また1個ですね。行けよ、止まれよ。ドン。ふみ姫か夏嫁いったよ。よかった。これでほんとマジ横取り頑張りたいな。メリークリスマス。ちゃんと楽しんでる？みんなが幸せな日にしないとね。ということで、来ましたね、夏読みサンタ初ゲット。よし。ぽかぽかだ。ちゃんと来た。30連で来たね。いいね。もうできたら金いくよ。ポン。ああ、蝶の富士。まあ行っちゃいましょう。踏み姫来てほしいな。踏み姫来たら終わり。さあ、虹カップ。おお、2個一気に来たね。40連で虹4個いいね。じゃあ上からいくよ。あ、夏目だったらな、限界突破さしといた方がよかったのかな。まあいいや。あ
エルゼ限界突破してないんだ。もったいねー。もう一個いくよ。あー邪縁か。邪縁急突した。まあいっか、海姫いねえけど、なんとかやるか。あーエルゼ限界突破しときゃよかったな。お、これ海姫なっとしな。これで終わり。オッケー、ふみちゃん来た。これでオッケーだ。これで一応ククリは持ってないけど、ふみちゃんゲット。うん、いいね。かなり ZZ 以上何体来たんだこれ。いいね。結局だから邪縁が2回来たし、なんかもう1回やって邪縁コンプしよっかな。なんか邪縁が、まあでもいっか。まあでもせっかくだな、邪縁が急突いってる。あれエルゼこれ強くする必要あんのか。ないな特に。今回夏目なんだよな、とにかく。もういいや、ちょっとやっちゃおう。邪縁来てほしいな。まあくくりでもいいけどね。お、また虹2個だ。じゃあ虹いきます。ポン、お待つ、ポン。あ、これくくりだね。じゃあこれでコンプだね。すごいね、50連コンプ来ましたね。これで横取りやってもう完全に、あーよかった、これで何もかも OK だね。すげえ、必殺の秘伝書こんなにくれた。すごいね、 ZZ 以上が何体来たんですかね。はい、ちょっと後で集計しておきますが、まあ虹は6個。すごいね、もう年末最強のラストチャンスでしたね。はい、まあ次もねコラボなんで、まあ多分ねいい結果出ると思うんで、最後じゃあちょっと夏目見て終わりにしましょう。ふみちゃんもまあ1個ぐらい、くくりはいいや。ふみちゃんも必殺技やっぱ見たいから、ちょっとふみちゃんは入れてあげて、夏目、あれでもくくりも意外に強いんだっけ。ちょっとくくりも入れてやるか。一応今回の妖怪ね、サンタクロース除いてコンプしましたと。よいしょ。ふみひめサンタに特攻ね。ふみひめサンタも倒したんだよな。あ、たまに受けるダメージ減らすだから、これもいい妖怪なんだな。なるほどね。ちょっと待って、イブの幸せな縁を結ぶためにサンタの格好をしたくくり。衣装で気分が高揚しているのか、いつもの気まぐれはどこやら。熱心に縁をプレゼントしている。いい妖怪だ。そしてふみちゃん。ふみひめサンタ。かわいいね。かわいらしいサンタ服で周囲をほっこりさせるふみひめ。ホワイトクリスマスにするためにほどほどに吹雪を巻き起こすが、たまにやりすぎてしまう。で、ふみちゃんは、これくくりの方がいいんだよね。技ゲージアップだね。ダメージで技ゲージ。デカプに消すと自分以外の妖怪技ゲージダメ。これもいいな。このふみちゃんも強いね。うん、これも強いな。で、夏読みサンタね。これが福龍さん。これで倒せちゃうよね。横取りが終わんなくても多分倒せちゃうと思うけどね。で、これがね、種族効果アップなんで、あれが、なんとしても
7はね終わらしたいね。可憐な三大将を身にまとい、イブと月のコラボレーションでクリスマスを彩る夏読み、優しく輝く笑顔のプレゼントが人々を幸福感で包み込むというね。これ今回最強妖怪ですね。種族効果アップなんで、はい、楽しみに待ちたいと思います。一応珍しく今回ね、今回のガシャの中でもね、邪縁が3体出て、邪縁が3体でいいんだよな。プラス9。エルゼメキアも1回来たし、お松も2回来たね。で、あとは1体ずつだから、すごい全部ね、来ましたね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10体来たね。はい、なので50連で、10体ね、ZZ 以上が来たんで、はい。まあ、今回すり抜けも中身にはなかったんで、すごい太っ腹なガシャだったっすね。今まで何だったんだっていうぐらいなすごいガシャでしたね。すり抜けないもんね今回ね、特攻ね。はい、じゃあすいません、次頑張りたいと思います。横取りやってからやろうかな。ちょっと横取りされちゃったよな。このここにあったんだよ。これ超落ちにくいやつだったらすげえがっかりだな。はい、すいません、またお会いしましょう。さよなら。特大特攻も来てるね。これで周回も楽になるね。いいね、もうゲットすぐ行きます。はい。